エルネスト・テオドロ・モネータは、ミラノ生まれのイタリアのジャーナリストで、国際的な平和運動家である。1907年に、フランスのルイルノーと共に、ノーベル平和賞を受賞した。モネータの思想は、彼自身もしばしば用いた、軍事平和主義者などの逆説的な言葉によって表される。また彼は、国内主義的な国際主義者であり、 新人深い反省職者で、オフィスの向かいに昼食を食べに行くのにも、電車を利用する健康追求者だった。モネータは、ミラノの貴族の家に生まれた。彼は15歳の頃に起きたオーストリア帝国に対する、暴動に大きな影響を受けた。彼は、父と共に家族を守るために戦い、3人のオーストリアの兵士が近くで命を落とすのを目にした。 彼の国家間の中に平和と闘争という二重の用語が芽生えたのはもしかしたらこの時だったかもしれない。1848年から1866年にかけて彼はイタリアの独立と統一への努力に多くの時間を費やした。1859年から1860年にはジュゼッペガリーバルディと共に戦い、後にシルトリの救助キャンプにも参加した。 しかし彼は1866年のキャンペーンに幻滅し、将来の約束された軍事の経歴を捨て市民の生活に戻った。ただしシルトリでの活動には、個人的に生涯にわたって関わり続けた。モネータは、ハンサムで温かく、機嫌の良い男性で、乗馬、素人劇団での演劇などを趣味とした。 彼は1866年にエドアルド・ソンゾーニョによって創刊されたイル・セックロ氏の演劇の批評を書いた。その仕事を1967年に友人が引き継ぐと彼は編集者として1895年まで務めた。ジャーナリズムはモネータの活力と理想の良い裁け口となりイル・セックロ氏の編集者として彼の平和主義が育まれていった。 強い心情を持つ人物として、モネータの革新を受け入れる、勇気、意欲、高潔さが尊敬を集めた。モネータは、イル・セックロ氏を編集のバランスを考慮せずに世論を、形成する強力な道具に作り上げた。彼は宗教に敬意を払い、実際に、敬虔なカトリック信者だったが、聖職者による虐待が、長年の間イタリアの統一と社会の進歩を、 阻んでいたとの考えから、いるセックロでは、反聖職者の立場を採用した。彼の宗教に対する矛盾した態度が妻には許せなかったため、妻と二人の子供とは、修正事実上別居の状態だった。モネータは、イタリア軍の問題に理解を示し共感したためいるセックロで世論を変えるためのコラムの執筆を活発に言った。彼は、 新兵や徴兵に対する長い基礎訓練は不経済で、非能率的であり、村で運動、射撃などの演習を行うことで、訓練の時間を格段に減らすことができると主張した。彼はまたこの方法で、軍の強さを維持しながら軍国主義が不必要に、強調されることがなくなると主張した。中9世紀の最後の30年間に、新チョレゲール、ルインサレツヨーネ。 イーラ・ペース・ネル・セックロ・ジックスの執筆のための準備をした。この著書は全4巻で1903年、1904年、1906年、1910年に刊行された。現在でも大きな興味を持たれているのは第1巻で、その中で彼は世紀を通じた国際的な平和運動について述べていた。モネタは仕事では、 社会問題や経済問題よりも軍事問題に興味を置き、ジャーナリストとしてのアプローチを利用し第一人者として逸話を紹介した。彼はたびたび戦争や軍国主義の実質的な成果のなさをテーマとした。彼がイルセックロの編集者であった頃、モネータはイタリアで最も発言する国家主義者であった。モネータは愛国心から 国家の防衛とイタリアの統一とともに世界的な平和と仲裁に献身した。彼の国家主義は熱狂的にまでなっていたが何年もの間いるセックロの読者のオーストラリアへの軽蔑やフランス嫌いと戦ってきた。モネータが世界平和のために行った活動の幅の広さは印象的である。1890年に彼は L。 アミコデラペースと呼ばれる暦の編纂に取り組んだ。イルセックロの編集者を引退しても彼はコラムの執筆は続け、パンフレットや雑誌の形で論文の出版も行った。やがて彼は平和活動へのプロパガンダの価値に気づき、論文の1ページをコピーして、地方の校長に配布した。1898年、彼は各週間のレビュー誌 ラビータ・インテルナツヨナーレを創刊した。これは名声を得て、長年の間観光が続けられた。モネータの平和活動は文字を通して、だけではなかった。彼は1895年に、国際平和ビューローの委員会のイタリア代表となった。彼は長年にわたり平和会議に出席した。彼は1887年の設立時から、エル・ウニオネ・ローン・バルダ・パーラペース、EL ・イエル。 アービトラとインテルナツヨナーレという組織を支援し、彼自身もいくつかの組織を創設した。中でもソチェタ・パーラペース、イーラ・ジュースティツィア・インテルナツヨナーレは1887年から、彼の死後の1937年まで続いた。また彼は、イタリアの大学でも、教鞭を取った。1906年、彼は、ミラノで行われた、万国博覧会で、 平和のパビリオンを建設した。また、開催期間中に行われた第15回、国際平和会議では議長を務めた。1900年から1918年に死去するまで、モネータは、緑内障に苦しみ、ほとんど失明状態であった。しかし身体的な苦しみや、年齢的な衰えがあってもモネータの熱意は、衰えなかった。 例えば第一次世界大戦中にもイタリアの戦争での役割を支持した。モネータは1918年に肺炎で亡くなった。1925年に友人らによって建てられた記念碑はファシスト政権時代は倉庫に隠され、第二次世界大戦での爆撃から守られた。この基盤に埋め込まれている名盤にはガリバルディの戦友と平和の伝道者という 彼の矛盾した二つの面が描かれている。ありがとうございます。